吉見さんはグラブにこだわりをあると聞いたんですが、はい、どういったところにこだわりがありますか？デサントというメーカーを使ったんですけど、一番こだわってるのはポケットの深さって言えばいいんですかね、にはすごくこだわってます。僕自身フォークボールを投げるので、僕はその癖が出ないように、これは何度もオーダーって言えばいいのかな、注文して仕上げてもらいました。本当こだわってるのはポケットの深さと、深さと言えばいいのかな、長さと言えばいいのかな。この長さをちょっと5ミリほど長くしてもらってるんですけど、本来10代より親指を硬くしてくださいって言って、ここがペラペラなん嫌なんですよ。なぜかわかんないんですけど嫌で、板のような形が良くて、そこにこだわってますね。あとなぜかわかんないですけど縦閉じにこだわってる自分がいて、あそこも横閉じとかあるんですよ。僕グローブってこう使う、みんな使うと思うんです。僕こうなんですよ。縦閉じだとこう使えるんで、こだわりは縦閉じとポケットのでかさと大きさと親指を硬くしてもらうっていうこと。ちなみにこれ引退試合で使ったグローブです。あ、そうなんですね、はい、しか使ってません。あ、その1試合だけですか、はい、カチカチでピッチャーゴロ来たらどうしようと思いながらそうですよね、はい、ありがとうございます、はい、それでは全国の球児の方に向けて、野球をする上で一番大切なことっていうのを教えてもらっていいですか？はいはい、僕はねピッチャーしかしたことがないので、野手のことは全く分かんないんですけど、でも野手もピッチャーもやっぱりキャッチボールは絶対すると思うんです。でキャッチボールって本当に大事だなと思ってて、ただ単に、毎日例えば100球キャッチボールするなると、ただ単に100球投げるのか、100球考えながら投げるのかだと、1週間毎日投げたら700球で差が出ますよね。1ヶ月でいうと約3000球いきますよね。ね、はい、3000球ですよね。計算してくださいよ。約3000球ですね。で1年間したら36000球ですよね。休まずに36000回考えながら投げるのか、ただ単に肩回しだと思って36000回投げるのかとでは、1年後2年後にはすごく差が出てると思うんで、キャッチボールする時もやっぱり自分がどうしたいのか、どうやって投げるのか、こうなったらどうなるんだろうみたいな、好奇心ですよね、を持ちながらキャッチボールをしてもらいたいなと。投げ方っていうのは人それぞれあるので、合う合わないはありますし、誰かの真似をしてそれがハマることもあるかもしれないですし、間違ってほしくないのは、菅野投手があの投げ方をしてるから自分も良くなると思ってそれをすることだけはやめてほしいなと。そこの合う合わないの判断は、区別は自分でしてもらいたいなと。今キャッチボールで僕が一番大事にしてるのは、多分ねこれね立った方がいいんかな。それでは実際に吉見さんにキャッチボールを見せていただきたいと思います。シンプルなんですけど、答えから言うと、しっかり立つ、まずで投げ終わった後もしっかり立つ、これが投げますね。立たずに投げなくこうやって終わるのじゃなくて、しっかり立って手出してしっかり立つっていうのをまず、必ず自分の中で大事にしていることで。その中で意識として持ってるのは、相手の極端に右胸に投げるのか右肩に投げるのか、右胸で投げてそこに行くのか、右肩、たった数センチなんですけど、なんでこれをするかっていうと、右ピッチャーが一番投げるのが難しい場所っていうのが右バッターの外なんですよ。一番体を使わなくちゃいけないんで、逆を言えば右バッターのインコースはいつでも投げれるんですよ。ベースが何センチあるんか知らないんですけど、この差って結構大きくて、常に右バッターの外に投げれるようにしようっていう考えがあるんで、右バッターの外でもストライクなのかボールなのかっていう、たったボール1個2個分ぐらいの違いなんですけど、それを相手の右胸なのか右肩なのかで調節してる。大げさに言うと、それを100球意識して投げるのと投げないのとではさっき変わりますよねって話をして、癖になってくるの、それが。それができるんだったら、僕はピッチングはいらないっていう考えで、相手の胸に投げることができるんだったらピッチングはもうしなくてもいいんじゃないかっていうぐらい、キャッチボールで感覚を養える。やっぱりキャッチボールが一番大きなものになってくるんですね。はいはい、僕が意識してるのもそれだけ。あとはこうやって手をこうするとか、いろんなあるじゃないですか、こう上げるとかいろんな、それはもう自分の好きな形でいいんで、こうやったらどうなるんだろうみたいな感じのもう試すのもありだし、まっすぐ出したらどうなるんだろうみたいなこともありだし、それはいろいろ試しながら、でも基本としてはしっかり立って相手の右胸めがけて投げてしっかり立つことだけです、僕は。だからその過程は正直どうでもいいと思います。例えばこんなんして投げてたらそれはちょっとやめた方がいいよって言うけども、人それぞれ投げやすい投げ方があるんで、例えば親指つま先が降りていようが上がっていようがどっちでもいいと思うし、それは足をこう上げようがどうでもいいと思うし、何でもいいと思うし、グラブをこうやってやって投げてもいいと思うし、でもスタートとゴールだけはちゃんとしましょうっていうのが自分の考えで、応用で言うと相手の右胸なのか右肩に投げるのかっていうことを自分の中で意識してやってます。今日は、振興園であるセノンスポーツゼロに来ました。OBクラブベースボールメディアで、ここを使わせてもらってます。こんな施設もあります。疲れた後は酸素カプセルで癒しましょう。じゃあね。一緒だわ。セノンスポーツゼロにスピードガンが導入されました。101、107、110いきます。111、ピンピンピン。